変機とは糸を編み物へと編み上げる機械。軍手、靴下など、ほとんどの編み物の生産に使用される。古くから手作業で編み物が作られてきたが、産業革命以降は機械化が進むようになった。現在では、複雑な形状、模様に対応可能なコンピュータ制御の変機が主流を占める。メリアスの生産では、回転式の変機が使用される。また、遥かや、 ルドレックスやキク8号の展開式、パラボラアンテナや心臓サポートネットの製造にも使用される。編み物学校で家庭用編器の使い方を教える様子1952年のロケット編器の広告。家庭用編器による編み物が内職として広く行われていたことが伺える1950年代の日本における家庭用最善政治には、 ミシンと並んで定番の家庭用品だった。既製品のニットウェアが手頃に入手できるようになって、以降は一般家庭では見られなくなっていたが、家庭用変機の生産は続いており、2000年代に入ってハンドクラフトの流行に伴って人気が再燃し、日本防具社の編み物機関紙、ケイト玉でも2016年から機械編みの記事が連載されている。 オープンソースハードウェアのオープニットプロジェクトが進められる。ありがとうございます。